えー、ただいまじょ、えー、ご紹介に預かりました、えー、東北大学、えー、IIS 研究センターの阿部と申します。えー、本日はです、ね、このような発表の機会をいただきましてありがとうございます。えー、それではです、ね、あのスライドの方に移っていきたいと思いますが、えー、本日はです、ねえー、東北大学の、えー、IIS 研究センターによる産官、ね、学連携の取り組みのご紹介をさせていただきたいと思います。 本日の内容はです、ね、まず当センターの方を簡単にご紹介させていただいた後に2つ目としまして産業界に対するです、ねまあ、大学の研究成果であったりだとか地域の企業さん自治体さんとかとの連携の事例ということでご紹介させていただきたいと思います。 まず、IIS 研究センターとはということで、IIS 研究センターはです、ね、2010年の2月にです、ね、東北大学の大学院、工学研究科の方に開設をしております。仙台市さんがです、ね、運営費用を負担しておりまして、企業出身のスタッフが雇用されて活動していると、まあ、ここが一つ大きな特徴となっております。 で大学のです、ね、電気情報系の研究室、あの下のほうにです、ね、赤の枠で囲まれているこちらのところですね、こちらの80約80の研究室が活動に参画しておりまして、その研究室の成果であります、最先端の技術ですね、こちらを活用しまして、産官学連携を通じて社会実装し、 社会に貢献していくというミッションをになっております。改めまして、当センターの特徴としましては、企業出身のスタッフがおりまして、能動的に企業様と対応させていただいております。またですね、企業ニーズの具体化絞り込みから対応ということで。 あの昨今ですと DX っていう言葉にぎわってますけれどもえ DX 取り組みたいんだけどどこからやったらいいかみたいなところもですねあの現場等を視察させていただいてですねその段階から対応させていただいておりますえまた異分野兼融合研究のコーディネートということであの最近はですねあの電気情報系の技術であったりノウハウ知識、まあ、こういったものだけで解決できないようなこう複雑化した課題っていうのが、えー、たくさん出ております で電気情報系の方にですね解説はされておりますけれども、まあ、そこの技術だけにこだわらず、ですね医学であったり、農学、まあ、こういったところともですね、えー、横断的にコーディネートさせて、課題に当たらせていただいております。で最後は、ですねあの競争的資金の獲得、あと研究開発の推進、あと最終的な事業化、まあ、こういったところまで一貫して支援させていただいているというところが特徴となります。 こういったですね。あのメンバーでやらせていただいております。で、えっ、ー、と実績事例ということで、えー、まあ、東北あとは関東中心ではあるんですけれども、全国各地からですね。当センターの方にあの企業様、また自治体様とかですね。まあ、そういったところから、あの困りごとの相談まあ、こういったものをですね。多数いただいております。 でさき最近はですねあのコロナ禍もあってオンラインでの相談が増えてるんですがあの当センターのモットーとしては現場主義ということで可能な限り現場に伺ってですね、えー、現場を見させていただいて課題をとらまえるというところをあの大切にして活動させていただいております。またですねあの 特に中小のお客様ですと、えー、大きな課題、まあ、課題に取り組みたいんだけれども、先出すものがということで、まあ、そういった時にでもです、ね、あの補助金獲得の方も支援させていただいておりまして、あの設立以降です、ね、これまで約30億近くの補助金獲得を支援させていただいております。 また、ですねあの当センターの支援により創出されました、えー、新規事業、まあ、こういったところでの売上高がまあ約35億、また、ですねそれに関連する新規雇用が129名ということで、えーまあ、こういったあの実績を上げております。でここからはですね、あの産官学連携の,あの事例になります。えー、今回はですねあの製造業であったり、水産業というところでの,あの事例を持ってきております。 まず1点目はですねあの魚、食肉等におけるあの X 線による残骨検査これの自動検出装置の開発という取り組みになります。 あの皆様、スーパーとか行かれるとですね今、骨のない魚もしくはそれの加工品というのをよくあの目にすると思うんですけれども、えー、最終的にあの骨取った後の工程でですね骨の残骨検査をするときにです、ね、今までですとこう上から X 線照射して骨あるかという確認をしてたんですがそれをですねあの3次元的に X 線照射することで今まで発見できなかった骨を効果的に発見できると。 いう装置を開発したという実績になります。こちらの方はもうあの事業化されて、あのす、ー、でに使われている事例となります。で、次はですね。あのタイヤ脱着作業の自動化ということで、あのこちらは背景としてはあの人手不足です。 あのタイヤ1つ15キロ、20キロあそういったものを持てるとなるとやはりですねそこ、それなりに体力のある方が作業を当たらなければいけないんですがこれを女性とかですね、そういった方でもできるようにということでタイヤの脱着をですね、こう機械的にフォローしたりあとハブボルトにですね、こうあのタイヤをつけるときに画像処理を使ってですね、こう自動的に穴に向かってタイヤをつけるとか。 まあそういったところをサポートする機械の開発を実施しました開発自体は終了してです、ね、今、事業化に向けて最終段階というところになります。次はです、ね、あの外観検査用の産業ロボット、まあ、こちらを高度化する画像処理を行う組み込みソフトウェアを開発したという事例になります。 あのちょっと見づらいんですけれども、左の絵はですねあの車のサイドミラーになります、あのツルツルしたり、ですねよく光るようなこういった素材、これの外観検査が難しくて、ですねあの従来ですとあの真ん中の画像の上、ですね黄色にくこう丸がついたところ、小さな点のところを、ですねこれがまあ不具合として発見できてたんですが、実はですねあの下の方にあるスリット状の光源、あのこういった光を当てることで、 今まで見つけられなかった不具合まで、えー、発見できるようになったというまあ、装置の開発実績となります。まあ、こちらの方も既に実装されて、えー、使われている事例となります。えー、ここからはですね水産業の事例となります。えー、まずはですねあの超音波エコー画像を用いた魚のおスメス判定の、えー、装置開発の実績になります。 えー、事例としてはですね、たら、白子、ね、たらこ、下の方は鮭ですね、こちらも白子、いくらというところであの、オスとメスで価格差が非常にあるようなものをきちんと見分けて、ですね、価値あるものはきちんと根付けしようというところで、これ、あのベテランの方々でもオスメスの判定、非常に難しいということで、これを自動化するというところですね。あのまあ今 研究科の中でもあの医療のエコー画像まあ、こういった技術を活用して、えー、実用化に結びつけた事例となります。で次はですね AI 画像処理まあ、こういった技術を用いた水産加工での見える化の取り組みになります。あのエビのフリッターっていうですねまあエビの揚げ物ですね、えー、これの生産ラインに導入した事例になりますがあのエビってこう丸まっていって いるものをよく見たと見ることがあると思うんですけれど丸まりすぎてもいけなかったりですねいろいろこう基準がありましてそちらをですねあの製造ラインに流れてくるエビをですね画像処理と AI で判定してですね1級品2級品を分ける取り組みをしました でこれで日々の生産進捗が見えたりですとか、あと、ぶどまりがわかるといったところがありまして、今後のですねあの展開としましては、これを自動的に除去したり、ですね2級品を、あとは生産の品質向上に、このデータをフィードバックしていくとか、まあ、そういったところを見据えて活動を継続しているところになります。で最後の事例は、ですねあのデジタル技術を活用した魚市場のスマート化になります。 あのこちらは当初の,あのコンセプトになるんですけれどもあの定置網で取る魚というのがです、ね、あの非常に種類が多くて何十種類一気に水揚げされると、まあ、それをです、ね、今はです、ね、各漁港さんです、ねえー、と朝の2時、3時、4時ぐらいから特に高齢者の方70、75みたいな方がです、ね、こう並んで漁師、ね、ごとに一つ一つ手分けして選別するというのがあの現状であります。 ただ今後見据えたときにやはりです、ね、高齢化が進んでいるということで、まあ、人手不足というところもありますので、まあ、自動化するという取り組みになります。で今、開発中の装置になるんですけれどもあの左からですね、えー、投入された魚を並べて、えー、真ん中の赤いところで、えー、画像処理をして AI で魚種を判定しで一番右側のところで判定された魚種ごとに選別すると。 いう機会の開発を今実施しておりますで、今月からですねあの全国の漁港さんで、えー、と実証して来年度以降の製品化というところを見据えて活動をさせていただいておりますで、最後はですねあの地域の団体活動ということで仙台 IoT 推進ラボという中でマシンインテリジェンス研究会であったり IT 東北 IT 申請コンソーシアムこういった活動をさせていただいております マシン・インテリジェンス研究会とかですね、えー、と画像処理だったり AI だったりあとロボット、カメラ、センサー、まあ、こういった技術を得意とされている地域の企業さんが集まってですね AIS AI 研究センターの方に持ち込まれた課題をですね、こういったところでディスカッションすることで、まあ、座組も組みつつ課題に取り組むという活動をさせていただくことでさらなる参加学連携の推進というところに取り組んでおります。 はい、あの最後になりましたけれども、あのいろんな課題をお持ちの方、いらっしゃると思いますのであの、お気軽にご相談いただきたいというところとあの、今回のプレゼン資料ですね、ちょっと時間の関係上、動画を入れてないんですけれども、あのウェブサイトの方に来ていただければ、すべての事例に対してであの、動画公開されてますので、あのぜひ来て、見ていただければなと思います。はいえー、と以上になりりりままますごごご清聴ああががとと、はい、とううざざいいいししたた さて、ご質問のある方、いらっしゃいましたら、どうぞあ。ありがとうございます。とても素晴らしい取り組みを、この大学というのは研究機関であり、やはりこう、その中での父の集積というのは、今までたまっていたものが、外向きに対して出てくる、参観学連携ではなく、まさに競争という形で進めておられるというのは、改めて感じることができました。一つあの質問ととして、こううううう、いいいったななテーマというようなものを、そういう 残った骨をというようなところは結構、身近な生活に密着する話ですよね、誰がどのようにこのテーマを持ち出してきて、それをこういうプロジェクトにそのうまく乗っけていくということの議論、判断というのはされれておられるんですかそうですすかそうねまずあの課題の持ち込みということ自体に関しては、I IS 研究センター自体のまあ情報発信でこういう取り組みしてますということで、わりとこう企業様の方からこういう課題がありますと。 いう相談をいいただくこととがが多いですすそれがきっかけなりま取り組みをどうするかというところではあの研究要素がある場合に関しては大学の先生方をコーディネートさせていただいたりあの大学の技術までいらないとなった場合には地域の企業様ですねあの先ほどのマシン・インテリジェンス研究会であったりとかそういうところに課題を投げ込んで 課題解決の方向性であったりとか、あとは座組まで含めて、そういったところで検討するという方向で進めています素晴らしいですね、まさにプロデューサーとしての活動をされていらっしゃ、ねねはいありがとうございました。